多分いるじゃん、聞けよ。じゃあ、歩道の時間の、まあ、最後の方から基本的に基本的な性質の話をしましたので、私の時間まず、まあ、A よりも B が大きいときなんですけれども、その大きい値からその小さい値に向かっての積分、まあ、それこれ間違いなくこれ普通の積分ですね。 A から B までの積分ですか。 A から B までの積分は、これの積分の区間を、逆に書いたものをマイナス1倍したものというふうに定義します。でその意味で積分の定義を行ったときに符号付きの面積というのがありまして、でそこでは、まあ、X 軸よりとの下の領域の面積に関してはその符号を負にするという話をしたんですけれども、まあ、それと同様の話で、積分の向きは普通 x の小さい方から大きい方に向かって積分するんですが、逆にその大きい方から小さい方に向かって積分した時には面積の符号をマイナス10倍符号を負にするというような定義をします。それからもう一つは、これは、まあ、形式的なものなんですけども、 A から A までの定積ですね。積分区間 の長さが0の幅が0の場合には、この積分の幅が0
というふうに定義します。まあ、こうすることで先ほどやりました定義 3.1 というのが、まあ、より一般的な形で使えるようになります。これ一番上に上げておきます。次にやりますのが教科書84ページの定理 3.4 というものです。まあ、これ積分の線形性と呼ばれる性質ですけれども、これ定理 の内容自体は多分皆さん高校からもよく知っていると思いますので、ここでは書きませんが、例えばその fx と gx の和もしくは差ですね、これを a から b まで積分した積分に値というのが、実はその fx の積分と gx の積分の和もしくは和、これが複合同順になりますというのがまず括弧1番です。でそれから括弧2番は定数倍なんですが、その fx を、まあ、数倍した関数の a から b までの積分というのが、これは fx の積分を数倍したものに等しい。まあ、この辺はよく皆さん知っていると思いますし、使っていると思いますので、一応、板書は省略しますが、各自確認しておいてください。で、次に挙げておくのが、いくつかの不等式ですね。これは定理 3.6 というところであります。ここでは A よりも B の方が大きいものとします。でそこにいくつかありますので、で一応これ確認のために板書しておきますけれども、まず最初に FX がこれはその全てまあ、積分の区間内で考えればいいと思いますが、fx が、まあ、0以上負にならないのであれば、その積分を、まあ、皮膚がある。そういう等式がまず言ったんです。それから、2番目はその関数に関する代償関係ですね。まあ、fx が、まあ、gx と等しいかそれよりも大きいならば、この a と b の間の fx の積分と積分を比べるときもやはりその代償関係が変わる。というのが2番目の不等式です。それから3番目は、
これは、まあ、見たところこの三角公式の一般化のような形をしていますけれども、この積分と絶対値に関する形式で、積分した関数の積分の絶対値とその関数の絶対値の積分を比べると、関数の絶対値の積分の方が、まあ、等しいかより多くというような考えになっています。それから4番目の等式なんですけれども、これは関数 fx の上階や下階の積分との関係です。ある定数 m、スモール m よりも fx の等しいが大きく、かつそのラージ m よりも等しいが小さい。ただし、まあ、これがその fx が a と b の範囲で、まあ、こういう fx のこういう性質を出すとします。で、この時に、この積分、この fx の積分がですね、この上と下からこのような値で挟まれる。というのが4番目の不等式です。で、これは、まあ、図で書くと直感的に分かると思いますけれども、まあ、y イコール fx という関数があって、fx を a から b まで積分しましょうというときに、この x が a と b の範囲内で、ある数スモール a 以上で、で下から抑えられていて、上からはこのラージ M というものを相対します。そうしますと、この下のですね、この下の長方形の面積がこの B マイナス A かけるスモール M で、それから上の大きい方の長方形の面積が B マイナス A かけるラージ M ですので、ちょうどこの fx の a から b までの積分がその間に存在するということで、まあ、図からは簡単に分かると思います。一応定積分の基本的な性質は他にもいろいろあるんですが、とりあえず授業ではこのぐらい、触れておこう、おきたいと思います。
じゃあ次に入る前に少し皆さん打ち終わるまで待ちましょう。大体終わりましたでしょうか。それでは次に先ほどちょっと話をしましたその微積分学の基本定理をこれから入りましょう。まず最初の話題としてその不定積分とそれから原子関数について話をしたいと思います。もともとこの積分の概念というのはこの定積分の計算から始まったわけなんですけれども、ね、この定積分が、微分法と関連を持つためにはこの積分がその、ある関数と関連を持つ、ことはまずそういうものを作る必要はありますので、そういった中で、この定積分が生まれてたということになります。まず一つ最初に定義をやっていきますが、最初の定義なんですけれども、この fx という関数、これが結果 ab で積分可能とします。で積分可能の時この定価 AB 乗の関数ラージ Fx というのをですね、次の式で定義します。一応図で書きますと、y と fx という関数があって、これが a と b の間で積分可能とします。でこの時にこの x が ab 内に、x という点を取って、で、この部分ですね、この部分を計算するわけですね。そうすると、この a と x の間の面積というのは、その x の値を変えれば変わりますので、x の関数というふうになっています。で、このようにして、a から x までの積分ということで、fx というのを、ラージ fx という関数を定義します。
で、テリの主張はこの時、今定義した関数ラジオ fx が f 間 ab で連続である。というのが定義の主張です。時間の都合で証明は省略しますけれども、まあ、この定義に言っていることは、その、まあ、積分、もし積分可能な関数があったとすると、この積分を通してこういう、面積っていうの、面積を、まあ、x の関数として、作ることができて、でしかもその連続な関数を作ることができるというふうに言っています。で、先ほどもちょっとそのリーマン積分可能な関数の例の話をしたときに、その必ずしもその連続でない関数も積分はできますという話をしたんですけれども、実はこのように積分をして定めた関数というのは、積分する前のですね、関数よりもその、まあ、連続という意味では価値が高くなっている場合があるということをこの定義は教えています。で、まあ、皆さん気づかれたと思いますが、これは不定積分の定義ですね。だから不定積分というのは、この定積分の、まあ、観点を、まあ、変数で置き換えることによって、その積分から、まあ、新しい関数を作ったというふうに見ることができます。で、まあ、これは不定積分の定義なんですけれども、教科書ですね、80ページの、まあ、文章で書いてますけれども、あ、これ、まあ、式1とします。式1を定義される、まあ、ラージベックスを、まあ、F の、まあ、不定積分。この辺の話はこう多分高校までの授業でもこうなんとなくこうそれもなく説明されて、こう、まあ、それとなくこう記憶に残っている人は多いのではないかと思いますが、一応言葉の定義としてきちっと書くっていうのは、まだあまりそういう機会なかったかもしれませんので、一応この機会に一応定義ということを書いてあります。上に上げておきましょう。まあ大体の人が場所の書き終えたら書きたいと思います。ので書き終わった人は顔をこちらに向けてもらえます。はい、じゃあ先行きましょう。で、
次の定義は、まあ、皆さんよく聞いたことある原子関数ということなんですけれども、まあ、ここの微積分ですと、まあ、原子関数と不定積分が一致するものを扱う場合がほとんどでしたし、その、まあ、教え方からですね、この原子関数と不定積分というのは大体同じものというふうに取り扱ってきたと思いますが、本来の定義ではこの原子関数と不定積分というのは全く別なものです。それを確認しておきます。教科書ではその82ページの中でこう文章で触れられていますが、一応これ一つ項目をつけておきます。まあ、こちらは内容で、与えられた関数ですね、これをスモール fx と言いますけれども、スモール fx に対して、1回微分がスモール fx に等しくなるような関数、まあ、ラージ FX、まあ、これは存在するかどうかというのはまだ話は別なんですけれども、まあ、もしこういうものが存在したとするときに、このラージ FX をスモール FX の原子関数と言いまして、まあ、こういう記号ですね。で、表します。で、一つ注意なんですけれども、もしですね、その与えられた関数に対してその原子関数が、まあ、1個見つかったとしましょう。で、1個見つかったとすると、実はその原子関数っていうのはたくさん存在するということに注意しておきます。例えばその F の原子関数の一つですね、一つをカラージェフェクスとすると、一般の原子関数は、
こういう形ですね。GX としますと、これ FX プラス C。C は定数ですね。ここは表されます。すなわち、F の原子関数の一つが、F の原子関数が1個見つかれば、例えばラージ F としますと、このラージ F に、定数 C を加えたものは全てスモール F の原子関数になると、まあ、これは原子関数の定義から、ここ両辺を微分すれば定数の部分は0に定数関数の部分は0になりますから、まあ、これが成り立つというのは皆さん分かると思うんですけれども、そうすると1つ原子関数が見つかればその F の原子関数は、まあ、無数に存在するということを注意しています。一応この定積分の定義とその原子関数の定義を、まあ、見てもらって分かったと思うんですけれども、その、まあ、定積分と原子関数というのは本来その別なものでして、で、まあ、原子関数というのは、まあ、たまたま、まあ、微分して、まあ、その与えられた FX スモール FX に等しくなるような関数のわけです。でこれから説明しますこの、まあ、微積分などの基本定義というのは、まあ、本来この、別々の定義ので、まあ、作られたその原子関数と定積分を結びつけることによって、これでその、まあ、微分あ積分がですね、微分の逆として扱えるということを保証するものです。ということで、ここからその微積分の基本定義の説明に入ります。で、これは教科書には特に名前はついていないんですけれども、しばしばこの定理は微積分学の第一基本定理とも呼ばれていますので、一応ここではそう書いています。で、まあ、一応このラージ FX は AB で定義されるとします。
で、この時FX が、あるし、これは FX は AB が2点なんですけれども C で連続ならば で、しかも、ラージ F の C における微分係数が不非積分関数のスモール F の C における値に等しい。微分化を解きましたけれども、この C なんですが、当然この区間の端点を A っていう場合もあり得るし、B でっていう場合もあり得るんですけれども、これ、C が A の時っていうのは、これ、今考えている区間は A よりも大きい方ですから、C が A の時はこれ2微分を考えます。2微分のみ考えて、あと、C が逆に大きい方の関係の右側の関係の B の時は、左部分のみ関係です。これも含めて、スモールエクスね、積分関数のスモールエクスが、C で連続ならば、特定その不定積分のエクス、ライブエクスは、C で微分関数である。しかもその微分係数の値が非積分関数の C における値に等しいというのが、この非積分学の第一基本定理の内容です。それを上に上げてください。この定理は、高校の微積分の教科書にも書いてあったので、覚えている人も多いかと思いますが、高校の微積分の教科書では多分、ちゃんと写真名載せていないと思うのはほとんどだと思いますので、一応この定義は、証明の一部を、ここから今から説明します。証明の一部というのはですね、いろんな場合を考えなければならないんですけれども、まず、今出てきたの C ですね、C が A と B の間に位置すると、A でも B でもない場合ですね、それから、これから、出てくる H という、変数がありますけれども、これが正の場合、すなわち、右微分のみ。の、証明をしますので、それ以外のケースについては、これからの述べる説明をもとに多分皆さん自分で考えられると思いますので各自確認してほしいと思います。で、これから証明する内容なんですけれども定理の主張にありますが、微分係数を考えますので、
まあ、H が0に近づいた時の Rz の水分の定位置マイナス Rz の水分で分母が1、まあ、これが微分係数の定義ですね。ですのでまずこの式において H を0に近づけていった時どんどん小さくしていった時の、まあ、極限値が存在するということです。そして、まあ、その極限値がスモールエグ、ね、期待分散数スモールエグの、まあ、C に生きる値に一致するということを示します。はい、これが目標です。でそこでまずこの分ですね、この分を計算します。でまあ、この部分を計算しますと、このラージ X の定義というのは不定積分で与えられていますので、最初は A から C プラス1までの、まあ、FU の積分ですね。そこから A から C までの F の積分を引いたものというふうになります。でここで、実はこの部分なんですけれども、この部分というのは先ほど積分の記号でやりましたように、積分の範囲を逆転すると符号が変わりますから、これは、C から A までの FU、DU、まあ、こういう積分としてなります。しますと、最初にこちら黄色で書いておくと、まあ、C から A までの FUDU と、それから、A から C プラス H までの FUDU の和になります。でところがですね、先ほどの定積分の性質の定義でやったときに、これ実は、最初の積分は C から A までの区間で、次の積分は A から C から H までの区間ですね。で、両方の区間合わせると、C から C プラス H までの積分で表すことができます。でこの場合、その C とか A の大小関係が気になる人がいるかもしれませんけれども、実はこれに関しては、その例えば今 C や A、今はですね、A の方が C よりも小さいんですけれども、大小関係が逆転していても、その先ほどの定理が成り立つように記号を定めましたので、この2つの区間を1つにまとめて積分することができます。まとめて書きますと、これ C から C プラス H までの、まあ、FUDU、まあ、こういう積分で表すことができます。で、そこで、例えば y イコール fx という今考えている関数ですね。これを、まあ、c から c プラス h まで積分することを考えます。そうしますと、
この区間内でのこの関数 の、 あの最大値と最小値というのが、最大値と最小値、少なくとも上限関連値が存在します。最大値と最小値が存在するかどうかは分かりませんけれども、少なくともこの区間内で、この関数の関数 fx の上限と関連値値が存在します。この図ですと、加減がここに当たりまして、これをスモール m の h と置きましょう。それから、これ加減ですね。加減です。この m の h。それから、この関数の上限を、ラージ m の h と書きましょう。で、でそれぞれ の、 ちゃんと設定図をどう書くかっていうと、スモール mh は、x が c と c プラス h の範囲内での x の加減、それからラージ mh というのは、x が c と c プラス h の間でのその x の上限とします。こうと、そうすると、先ほど定積分の性質でやった定理の一つから。この積分をですね、ここにあるこの積分をその上と下でから定数で挟むことができます。具体的には、上限と下限で挟むんですけれども、これちょうど区間の幅が h でしたので。かけるその加減のスモール mh よりもこの積分ですね、 f の積分が等しいか大きくなって、で一方上からは、上限かける上限かける負荷の幅結構抑えることができます。これはいいですね。下の小さい、長方形と、上の大きい長方形で、この X の積分を上と下から挟むということですね。で、皆さんここまで来ました。今のその公式なんですけれども、全部の辺を、h で割るんですね。そうすると、真ん中の積分っていうのは、これでしたから、これ割る h なんで。でこうなりまして、で一番上辺は、こうなります。ここまで。
で、まあ、モノフ等式をこう全部の辺を H で割ったんですね。割るとこうなる。大体この人場所がここについてます。じゃあ、ちょっと先進みますね。で、ここでですね、ここで次にこの fx の連続性を使います。で、まあ、fx は今ですね、定理の主張にありましたように、まあ、x イコール c において連続をしました。連続より上に、実は今いくが連続ですから、この今考えている C と C プラス H の間でのその F の上限と下限の値という、H を0に近づければ、共に、C だけ F の値に限りなく近づくというのが、ポイントです。ここでその F の連続性を使います。まあ、これは、まあ、この授業で直感的な説明に留めていますが、まあいいですね。まあ、こちらの図で、この区間 H の幅をどん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 狭めて、H の幅、H ですね、H をどんどん0に近づけていくと、すると、C プラス H の距離がどんどん C に近づきますから、でその間での F の上限の加減も、C での F の幅に近づく。ただ特殊だけで。というもので、まあ、浅見内の原理、法令対前に使いましたけれども、より、この上限も、まあ、C に、FC に近づくし、下限も FC に近づきますので、
で、でこの定義がその、まあ、教えているところをもう一回こう振り返ってみますと、もともとですね、このラージ FX っていうのはその与えられた関数スモール FX の不定積分なんですね。で一方で原子関数っていうのはどういう関数だったかというと、その定義を振り返ると二分をしたときに、まあ、与えられたスモール F に等しくなるような関数のことを、まあ、原子関数と呼んでいました。で、実はこの公式をが言っていますように、この定義の条件、この場合ですね、この場合この不定積分ラージ FX っていうのが実はスモール F の原子関数になっているということなんです。で、こういう状況はその常に成り立つわけではありませんが、この定義の条件にありましたように、この与えられた不積分関数スモール FX が、このある点 C ですね、この連続というのが実は効いていて、連続ならばその不定積分がスモール F の原子関数の一つになるというのが、この不積分関数の第一関係のポイントです。一応ちょっと注意としてまとめて書いておきましょう。まず一つ目なんですが、3件によりスモール FX が連続ならば、連続関数ならば、その不定積分そうしますと、実はこのスモール F の、 その一般の原子関数というのがこの不定積分を使って表されています。でまあ、こうすることで、その、まあ、非積分関数のスモール F が連続関数である場合には、この不定積分と原子関数というのを、まあ、同じ意味のとして扱うことができるようになります。
と。原子関数という言葉を、まあ、おなじみの言葉としては使います。まあ、ということで、まあ、連続関数に対しては、その連続関数の定数部分がから、まあ、その与えられた変化の原子関数を知ることができるということで、まあ、その辺の言葉の使い分けっていうのは今までただそれをきっちりやっていなかったと思うんですが、まあ、本来はこういうことのようにですね、きっちり使い分けるということなので、でしかも、F が連続ですね、スモール f x が連続の場合には、まあ、同じように扱ってもいいということを言っています。まあ、ちょっとこの辺、板書が多くてきついかもしれないので、あともう少し、ね、頑張ってください。で、次の性質なんですけれども、次にその定理 3.3 と教科書では84ページにあります定理 3.3 を説明します。で、この教科書では、この定理が微分積分学の基本定理というふうに書かれていますが、いくつか別の教科書を当たりますと、ここにこれから書く定理というのは、今説明しました定理 3.2 の、からこう派生する、まあ、よくそのある定理から導かれる、その保護的な、ああ、保護的な、導かれる、その派生するような定理のことを K と言いますけれども、まあ、その定理 3.2 の K として扱われることがありまして、で名前も微積分学の基本公式というふうに呼ばれていることも多いようですので、一応ここではその微積分学の基本公式というふうに呼ばれています。で、これは先ほどの定理 3.2 では不定積分に対してその、まあ、原子関数との関係を表した定理だったんですけれども、今度はこれを定積分のことにの状況で表したものです。スモール fx の不定積分関数が、まあ、f か ab で連続とします。でそれからあとラージ f を、スモール f の原子関数1つ、でこの時
スモールレイクの A から B までの定積分が原子関数を使ってラージ FP マイナスラージ FA が何ですか。いうのがこの定義 3.3 の主張です。ですので、まあ、別な言い方をすれば、そのあるスモール FX の定積分を求めようとしたときに、その原子関数を一つ知っていれば、わざわざ積分を計算しなくても、その原子関数の値を計算することで、この定積分が計算できるというのが、まあ、この定義の意味すると思います。でまあ、ちょっと残り時間少ないですけれども、証明はそんなに長くないので、証明もしましょう。調べるんですけれども、これはどのように調べるかというと、これ G に A を代入します。G に A を代入すると、これ定義では X が、まあ、A プラス、まあ、C なんですけれども、で一方でこの GX の定義っていうのは、この X スモール F の不定積分でしたから、この定義から書きますと、まあ、A から A までのスモール F の積分です。で、積分の始点と終点、中間が一緒ですと、等しいとこの積分は当然0になるようにしましたから、0より、この C というのは、マイナス FA であることがわかります。で、ゆえに、
この fx を a から b まで積分した定積分というのは、ここで a にしました定積分が gx で b を取ったわけですけれども、この g の b というのはどこからどう扱ったかというと、これですね、fx とはこれだけの差がある。これは f の b プラス、まあ、c で表されていましたが、じゃあ c はどういう値だったかというと、ここにあります、ここで調べたように、マイナス fa ですので、fb マイナス fa ということで、実はこの fx の定積分は、原子関数ラージ Fx を使ってラージ Fp マイナスラージ Fa で表されましたというのが証明の結論です。で、一応ここでその定積分の記号について、注意しておきますが、これは皆さんよくご存知のことだと思うんですけれども、この上の定理の、まあ、FB マイナス FA ですね、これを、まあ、FX を、高校の定積分でも扱っているので、よく分かっているんですが、はい、確認のために書いておきました。で、あとはその、まあ、一変数ではほとんどないんですけれども、その特に多変数の場合で、これは x に関する積分だというようなことを明記するためには、例えば x イコール a から x イコール b ですとか、あと、まあ、ここの場合も x イコール a から x イコール b までの積分であるとか、こういう書き方ですね、変数を含めた書き方をする場合もあります。それからあと、まあ、もう時間になりますので、ここでは直接は扱いませんけれども、微積分学の先ほど第一基本定理と申し上げたということは、実は第一基本定理というのも ありまして、でただまあ、この教科書でも扱っていませんので、今回は説明のみに留めておきますが、講義ノートの方には書いておきましたので、興味のある人は、アップロードされたら確認してください。で、第2教科書の方は、この定理 3.3 と同じ内容なんですが、違うのは、FX が必ずしも AB で連続でなくても配達です。それでは、大体今日このぐらいの何か質問になると言いますと、じゃあ来週はですね、もう少し具体的な基本的な定積分の計算についてやってみたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりにしましょう。来週やりましょう。